はい、どうも、虎吉の無課金覇王ロード阪神純正編です。今日でログインが、575日目ですね。はい、現在2021年、1月12日の15時4分なんですけども、今回は、契約書の方をねちょっと開封したいなと思います。まずはこのピースを狙いヘルイケ120倍達成の報酬の S ランク契約書、これありますんでね、これを開封したいなと思います。その後ですね、バトルスタコラボ記念プレゼント S ランクバトルスタジアム契約書、これもありますんでね、今回この2枚の S ランク契約書を、開封したいなと思います。はい、その前にですね、ピースを狙いですね、あとまだ丸1日ぐらい残ってるんですけども、あと23時間と55分ですね、残ってるんですけども、もう累計は終わってます。はい、累計、昨日ぐらいで全部終わりましたね。はい、現在累計ピースが157枚ということで、このカード完成報酬、ここもランダムボックスももう何度か行ってますけどもね、まだ A ランク契約書とかゴールド契約書は今のところ出てません。エナジー、試練チケット、そうですね、コインスカウトポイントらへんですね、この辺は出てるんですけどもね。はい、初日にね、5エナジー使っただけで終わりましたんで、2日ぐらい前に終わりましたんでね、そうですね、エナジー使わずともいけたかなという感じですね。はい、初日に5エナジー使っただけです。累計ピースが現在157ということで、まだピースの元ね54もありますけども、これは最後の方にコンプリートさすために使っていこうかなと思ってます。はい、まだもう1日ありますんで、ちょっと A ランク役所でもね1枚ぐらい出てほしいなと思ってます。はい、そういう感じです。それではこのピースを狙いの、S ランク契約書を開封したいなと思うんですけども、これですね。はい、これです。ピースを狙い累計120枚達成の報酬 S ランク契約書、このアカウントね阪神純正だけでやってますんで、ぜひ阪神の S ランク選手誰でもいいんでね来てほしいなと思ってます。それではいきます。 S ランク契約書お願いします。阪神の選手来い。さあ来てほしい阪神の選手。さあ誰、藤岡選手、ロッテですね。はい、ロッテの藤岡選手来ました。阪神ではありませんでしたね、これはちょっと残念です。はい、しゃあないですね。はい、続きましてバトスタコラボ記念プレゼントの S ランクバトルスタジアム契約書、これ引くんですけども、欲しい選手ですね、阪神純正だけでやってますんで、もちろんこの馬場選手ですね。僕ねこれ A ランクね1枚しか持ってないんですよね。A ランク一応も実装されてますんで、もし取れてもね、ここからまた A ランクを A ランクの馬場選手をね、ミキサーとかで取りに行きたいなと思ってますんで、ぜひ馬場選手来てほしいなと思います。適正が中継ぎです。球威が76、制球68、スタミナ67ということでね、先発適正も S ありますんでね、ぜひ欲しい選手ですね。はい、来てほしいと思います。それではバトスターコラボ記念契約書 S ランク契約書ですね、開封したいなと思います。馬場選手だけが欲しいです。馬場選手以外は全てミキサーに行きます。 S ランクバトルスタジアム契約書お願いします。馬場選手来い、来てくれ。さあ来てほしい。平選手ですね、西武ですね。はい、平選手でしたね、西武の新人王の方かな。はい、残念、しゃあないですね。はい、はい、残念ですけども馬場選手は来てくれませんでしたけどね、一応 S ランク2枚選手ね2枚、取れましたんで、またミキサーの方もでもね、したいなと思います。はい、今回こんな感じですね。ピースの狙いもまだあと1日ありますんでね、ちょっと A ランク契約書でもランダムボックスから出てくれればいいかなと思いながら、もうエナジー使わずに、もちろん、エナジー使わずにね、自然回復だけでやっていこうかなと思ってます。今回こんな感じです。また動画上げますんで見ていただけるとありがたいです。以上、虎吉の無課金覇王ロード阪神純正編でした。